高山市の観光名所の中橋や古い町並みでは、朝から散策する観光客の姿が多く見られました。高山市など飛騨地方の3つの自治体は共同で旅行のキャンペーンを行っていて、その一環で高山陣屋の入場料が無料になったこともあり、多くの人でにぎわっていました。近畿圏とかから来るっていうのはちょっと一瞬どうかなと思ったんですけど、でもまあ少しずつまあ気をつけながらやっていくしかないかな。町並みも綺麗ですし、温泉とかも気持ちよかった。また奥飛騨熊牧場では、今年生まれた子熊と一緒に写真が撮れるサービスが今月から始まり、訪れた人たちはその愛らしい姿に癒されていました。